こんにちは、にぎょです。本日も仕込みをしていきたいと思います。よいしょ。今日もね、美味しいところを仕込んでいきますので、よろしければぜひといったところでございます。お、あれです。一応高くなると豊漁でも値段下げませんよね。米とかも下がらないでまあそれもありますけどね。まあお米はね、どうしてもあれだと思いますよ。やっぱ燃料代とか上がってるんで、その今まで上がってなかったんでね、上がった方がいいんじゃないかなとは思いますけどもね。農家さんも大変でしょうしねまあ魚もね、相場感は確かに結構ありますけどね、下がんないっちゃ下がんないですねお、あれです。牛にとっては差しが入ると無理に餌を食べるから負担になりますから。なるほど、そうですよねね、太らせてますもんねカツオでございます。ランチ用でね、切りつけていきますかね。ディナーはね、ご注文に応じてやっぱ切りたてでやるんですけど、ランチはね、時間かかるとあれなんでね、切っちゃいますね。やっぱ旨味って感じですね。よいしょ。お、あれです。イカよりタコがやばいそうですね、タコもやばいですね。よいしょ。もうなかなかね、国産のタコとか見なくなりましたよね。今はうちはね、北海道の水ダコ使ってますけど、値段は以前に比べて倍ぐらいしますよね。かなり、ね、高級ネタになりましたね。マダコは、まあ一応ボイルダコがあれ入ってるのかな、あんまり興味ないんで見てないんですけどね。はいよいしょお、あれです。横文字ネギョさんの個室が生き生きしてるありがとうございます。それなら良かったですなかなか言う機会ないですからねよいしょ。お、ご飯のスイッチ入れてきますね。お、おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。お、鮭も不良みたいですね。そうですね、もう鮭はね、結構前からね言われてるんですけどね、それがね、こう合体しちゃったみたいな感じでしょうね。よいしょ。その放流がね、もう限界だって言われてたんですよね、結構前からね。もうね、放流してももう効果が上がらないよねっていうのはかなり昔から言われてまして、そろそろね考えなきゃねって言われてたのところに、まあ温暖化とかのね、温度関係のね、水温とかも入ってきちゃってね、こうダブルパンチでボロボロみたいな、そんな感じですよね。よいしょ。ロシアとかでも取れてないみたいなんで、まあ、かなりやばいって言えるでしょうね。よいしょ。お、あれです。出たのに、草間さんが握る寿司のはそれくらいだし食べたいよそうですね、どうしてもね高くなっちゃいますねよいしょ。お、カツおいしそう、ありがとうございます。カツおいしいっすね。ただね、時期なんですけども、脂が乗ってるカツオがあんまりないんでね、そこがちょっとね寂しいとこですけどね。よしよしよし。うちはね、ネギオ寿司と言いますね。ネギオ寿司のネギオと申しますね。よっこいしょ。お、あれです。北海道ですが、こっちはそんなにタコ高くないです。お、そうなんですね。今こっちで北海道の水ダコが今1キロで4センチ近いですかね、3600とかそんなもんかな、はい、結構しますね。昔はその半分ぐらいだったんですけどね。お、あれです。明石の池間だこが築地場外にいたけど冗談みたいなんでなんだった確かに明石はもうまあブランドみたいなとこもありますからね。あ、こちらはサワラです。ブランドタコでございますからね。よいしょ。まあもうね、このね、こんだけのね人たちがタコを食べるほどね、なんていうんですかね、自然界はね頑張れないっていうことはあるんじゃないでしょうかね。よいしょ。タコそんなになんかめっちゃ増えるそうな生き物でもないですしね。よいしょと、頑張ってね増やしていかないとってとこだと思うんですけどね。よいしょ。お、あれです。市場から買うとやっぱり他より安い。あー、よくそう思われてますけど、そうでもないですね。はいまあやっぱり質がいいっていうところがあるのでね、スーパーさんとかで買うより質が良くなってくるので、あと例えばスーパーさんと比較すると結構やっぱりね、スーパーさんが頑張ってる面が結構でかいんですよね。その赤字商品みたいなの出してくださってたりとかするので、
だからスーパーで見た方が値段としては安いですね。ただ質としては、まあ、スーパーさんに行く前の段階のものがあったりとかそういうところがあるので、まあ、鮮度がいいとかね、目利き次第にはなりますけどね、そういうところもありますね。お、あれです、サゴシじゃなくてサワラサイズ的にはサゴシ的なやつですね。よいしょ。まあ、あれなんですよね、一般の方々にはとっても分かりづらいんで、うちだと指名でね全体的に統一しておりますね。はい、よいしょ。まあよくその偽装的な意味合いでね、こういい意味を持たせようとして使ってる方もいらっしゃるんで、そういうのはどうかと思うんですけれども、まあやっぱりね、そのサイズ感でいろいろ呼び方を変えるっていうのはね、今の時代本当に、いや、分かりづらいと思うんで、まあ自分もあんまり詳細分かんないですしよいしょ。それなんでうちだとね種類名で統一しておりますけどもねお、あれです、なかなか食べてるところ上から見ることないので自然見応えありますね。ありがとうございます。そう言っていただけるとね嬉しいですね。ありがとうございます。よいしょ。お、あれです、ネギウス様ですお疲れ様です。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今ねタチウオ切りつけております。よいしょ、タイミングあったようでよかったですよいしょ。お、あれです、おはようございます。おはようございます。塩辛作りたいのにイカを買えませんですね。スルメイカね、めちゃくちゃ高くなりましたね。まあ作りたい場合はやっぱり高級品のね塩辛を作るんだという意気込みで高いイカをねやっぱ買うしかないですね。しょ、昔はねスルメイカお安いイカだったんでね、こう市場に行って買ってね塩辛仕込もうかなみたいなのありましたけどね、今だと1ケースとか買おうと思ったら普通に1万円以上とかしますよね。高級イカになってしまいましたのでね、もうイカもねちょっとねいろんな対策を考えないとやばいんでしょうけど、まあ誰が考えるんだろうねみたいなとこになっておりますよね。お、あれです、一番もピンキリを前の日の残りを箱の下に入れてる店とか余裕であるしそうですね、だからやっぱりね目利きってのが重要になってきますね。ちゃんと市場で値段見て魚見て、あ、これはこういうとこだなって言って買うんですよね。よいしょ。まあ最近はねやっぱり良心的な買っとこが増えましたけどね、これは今日のやつですよとか昨日のやつっすよっつって言う方とかもね増えたんでね、まあ昔ほどまあだな騙そう感は少なくなったような気がしておりますけどもね、はいよいしょ。昔はやっぱねそういうね騙し合い的なところは強かったですけどねあれ買ってったよへへへみたいなねよいしょ。お、あれです、今の時代お店に立ち寄らなくてもこの技術をライブで見れるのかありがとうございます。そうですねまあなかなかねお店がね厳しいとかいうのもありましてね、いろいろねやっているところでございますね。昨日もねお客さん誰も来なかったんですよね誰も来ないってなってもうっつってね、しょうがないんで動画とかやってたんですけど、なんか Wi-Fi も調子悪いしもう嫌なっちゃうなみたいな感じでしたね。はいよいしょ。まあ今日はねランチで予約が入ってるんで頑張ろうっつって感じなんですけどね。よいしょ。お、あれです、アマダイに油をかけて鱗をパリパリにする食べ方あるじゃないですか、あれってアマダイだからできるんですか。あー、別にできるできないで言えばどの魚でもできると思いますけどね。はい、アマダイはね昔から鱗が美味しいねって言われてるんで、それでその鱗を食べる文化というか食べ方が発達してるんですよね。全然他のお魚でもできると思いますよ。まあ美味しい美味しくないとか相性がいい悪いはあると思うんで、多分加熱向きなやつとかでやるといいんじゃないかなと思いますけどね。あとは鱗が柔らかそうなやつとかかなあんまり鱗硬そうだとねちょっとなんか食べづらそうな感じがするんでね、柔らかそうなのがいいんじゃないかななんて思います。松笠揚げとかね焼きとか言いますけどね。はい。お、あれです、昔のアメ横ほんとひどかったアメ横ね、なんか最近全然行かないですけどね、なんか最近は海外の方がいっぱいお店を出されてるとかっていう話をちらほら耳にしておりますけどもね。
ん、あれです、子供の血が騒ぐのを見るのが好きで見ていたのを思い出しました、嬉しいですありがとうございますそう言っていただけてね、嬉しいです、ありがとうございます。お、あれです、ランチは予約必須ですか。予約必須ではないんですけれども、まあ飲食店あるあるなんですけどね、そのなんていうんですか、行こうと思ったタイミングで皆さんがいらっしゃるっていうね、あるあるがございまして、まあほぼほぼ忙しくないんですけれども、たまに2週間に1遍ぐらいなんかめっちゃ混むみたいなことがあるので、まあ一応ご連絡いただくと確実に入れますね。行こうと思ったタイミングには皆さんが行きたいと思ってるパターンがあったりするのでね、はい、ご連絡いただけると、こう今日はもうごめんなさいっていうことはなくなりますので、いいかと思いますね。概要欄に LINE も貼ってありますのでね、よろしければどちらかでもお電話でもいたところでございます。よいしょ、こちらね、天然の島味でございます。よいしょ、お、あれです、お店の URL とかどっかにありますか。あ、お店の URL も一応ね概要欄に貼ってありますね、はい、概要欄にも貼ってありますし、あとは全然ネットでネギお寿司って検索していただければ、ネギお寿司は多分まだ多分うちしかないんじゃないですかねうちしかないと思うんで、結構すぐね出ますね、はい、 Google マップでもいいですしね、はい、よいしょと、ネギお寿司って検索していただければねすぐ出てきますのでね、よろしければぜひといったところでございますうんうん、やっぱ天然の島味うまいっすね。よいしょ、あ、そういえばあれですね、バイトちゃん募集が始まりましたので一応ね告知といいますかね、はいちょっとね一人卒業ということに決まったんで、よいしょ、金曜と月曜かな、金曜か月曜日、金曜と月曜日でもいいんですけど、はい、入れるね方をね募集しておりますね、はい、昨日から始まりましたまあ夜ですけどね、5時6時ぐらいから9時10時9時半10時ぐらいかな、高校生も大歓迎ということで募集しておりますのでね、まあ忙しくなければまかないも出ますよって感じですね、はい、お客さんいて忙しいとまかないはちょっと出なかったりしますけどもね、まかないでお寿司食べられます。よいしょ、ありがとうございます。松笠焼きですね、一番甘鯛が向いてますね。あ、やっぱそうなんですね。鯛の鱗をよく洗い塩水につけて天日干ししてあげて食べたりもできますが、わざわざする意味あるのかなと思ってしまいます確かにそうですね、はい、鱗は鱗でね美味しそうですけどね、はい、手間がかかるのと、あとはあれですかね、油汚れそうなんでね、ね、油が汚れちゃうとね結構ねすぐ変えなきゃいけなくなるとかがちょっと大変ですよね。よいしょ、それなんでね骨せんべいとかもねちょっとねやろうかなとかねちょっと迷うところになっちゃうんですけどね。うん、あ、もうまだまだほどけてきてないですね、マダイがね、すごい身が締まってますね、昨日仕込んだやつなんですけどね。油がありあって身がすごい締まってるっていう感じのマダイでございますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと、まあ、今回養殖もののマダイなんでかなり鮮度感もね良かったので、よいしょ、そのままプリプリのまま仕込めてるっていう感じですかね。まあもうちょっとほどけた方が美味しいと思いますけどね。よいしょ、お、あれです、ランチは何名様予約の方そうですね、ランよいしょよいしょ、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 お、あれです、ランチは良心的な値段ですもんねそうですね、結構お安くなってますね、はい、まあ、とはいえ最近結構やっぱランチも暇でしたけどね、はいやっぱ暑さもでかかったのとは思いますけどもね、あんだけ暑いと外に出れないですからね、お昼の時間帯ね。よいしょ、よっこいしょ、
昨日仕込んだ味でございますね。お、あれです、千葉の友達におすすめします。あ、ありがとうございます嬉しいですありがとうございます。よいしょ。まあね、千葉でもちょっとね、鎌ヶ谷市っていうね、ちょっと微妙なところなんですけどねよしよしよし、お、あれです、持ち手がおしゃれな包丁ですねありがとうございます。そうですね、これね、結構ね、自分は持ちやすいかなと思ってますけどね。よいしょ。本当にね、硬くてね、切れ味いいんでね、よいしょ、まあ、初心者の方から結構ね、慣れてる方まで使える包丁ですね。ギャラクシーシリーズだったかな。一応概要欄にもね、 URL は貼ってありますけどね。よろしければね、ぜひね、ご確認いただけたらと思いますね。よっこしょ。お、あれです、皆さん寝れてます最近ショートスリッパ確かに起きてしまう。あら、そうなんですね。自分はそうですね、最近はなんかあれですね、めっちゃ寝つきがいいというかまあ、なんていうんですか、寝落ちしちゃうぐらいな感じですぐ寝ちゃいますけどね、はいまあ、早く起きちゃうってことはないですけど、早めにあのアラームつけちゃうっていうのね癖はありますね、はい、今日もちょっと早めに起きすぎたかなみたいなとこありましたけどね。ちょっとね、 YouTube が悪いのか Wi-Fi が悪いのか、なんかね、動画がね、上がんなくなっちゃったんですよね。なんか途中でなんかアップロードしてますとか言って50何パーセントで止まっちゃうみたいな感じになっちゃってて、寝たら上がってるかなと思ったら、寝て起きてもねまだ動画上がってませんみたいなことになって、どういうことってなっちゃってるんですよね。ちょっとその辺をね、朝あだこでやってたんですけど、よく分かんなかったですよいしょよいしょよいしょ。よいしょと、アジがね、本当はね、あの剥きたてでね、握ってあげるのが一番美味しいんですけども、やっぱランチね、よいしょ、ご迷惑おかけしちゃうとね、申し訳ないんで仕込んでっちゃうって感じですね。やっぱ一人でやってるんでね、ちょっとね集中しちゃうとどうしてもね、提供遅くなっちゃうみたいなことがね、ありますのでね。よいしょと、よいしょ、よいしょ、よいしょと、よいしょ。あら、ちょっとちっちゃくなっちゃったかなちっちゃすぎました。あとポイント、お、あれです、ご飯食べてましたいえいえいらしていただきありがとうございます。こんにちはってことでねありがとうございますお、こんにちはお、こんにちは、ネギさん、こんにちは、いらしていただきありがとうございますよいしょ、ネギね、切っていきますね。よいしょ、音がうるさくなっちゃうんでね、手袋追加でしますねよいしょ。お、あれです、高評価、チャンネル登録まだなかった、よければお願いしますありがとうございます。はい、よろしければぜひぜひといったところでございます。よろしくお願いいたします。よしよしよし。お、あれです、今日は何さばいてるんですか今日はね、もう魚ね、一通りさばきまして、よいしょ、今ね、これネギ切ってます、万能ネギですよし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 。こうやってね、こうサクッといくぐらいの切れ味がないと、ネギって綺麗に切れないんですよね。切れ味がないとこう潰れちゃうんでね。逆に切れ味ありすぎても、今度はまな板がね、ズタボロになるみたいなことになるんで、あんまり鋼の包丁とかもね、ちょっと適してなかったりするんですけどね。はい、よいしょ
お、あれです、養殖のマダイで頭と鱗取って熟成させてますが、何日ぐらいがいいですか？そうですね、その水分の抜け具合とかにすごいよるんですよね。うちだったら全然2週間とかは普通に養殖マダイとか、まあ鮮度良ければいけますけど、そのちゃんと水が抜けきらないとやっぱり 4,5 日とかダメになっちゃったりとかもしますので、まあ水分調節っていうのをねしっかり心がけていただくといいですね。最初はペーパーをこまめに変えるとか、あの冷蔵庫の風に当ててあげて水分抜いてあげるとかですかね。まあいろんな方法がありますのでね、まあ、自分は水分を抜いてあげて、持ちを良くさせる、菌の発生をね抑えて熟成させるっていうのが、まあ、うち流ですね。まあ、もちろん人によっていろんな方法がありますので、逆にラップで密閉して熟成させるって方法とかも結構あるので、まあね、こういろいろねご参考いただいてっていうところなんですけども、まあ初心者の方からね、まあ皆さんにおすすめなのはうちの方法ですけどね、やっぱ衛生的にもかなりいい方法なんで、くるんじゃうと水分抜けないんでね、菌の発生が止められないのでね、まああんまり良い子は真似しないでね的な熟成法ではあると思いますね。まあ技術が伴ってこないと難しいかなって思ってますね。お、握ってます、ありがとうございます。青ネギより白ネギ派です。白ネギもねうまいっすよね。今回ねこれはね、あのお寿司の薬味にはねこっちの万能ネギの青いところを使ってますね。下の方は汁物とかに使うんですけどね。お、あれです、薬味切るのずっと見てられる。あ、そうですか、ありがとうございます、それなら良かったです。よいしょ、お、魚見せてください。ありがとうございます。魚ね終わっちゃったんすよね。ちょっとね巻き戻してもらったりするとアーカイブで出てくるんでね。よいしょ、もうね柵になっちゃってるんですよね。よいしょ、お、ありがとうございます。まな板の黒い線はどうやって落とされますか？そうですね、あれですね、あのブリーチしてあげると結構落ちますかね。あの漂白ですかね、使い終わったらこうちゃんと綺麗に洗ってあげて、まあ漂白をかけてあげて、まあ綺麗になったら立てかけてしまうみたいな、立てかけて置いとくって感じですかね。万能ネギです。そうやって置いとくと結構ね綺麗になりますね。はい、まあ、あとは削ってあげるっていう方法もありますけど、まあ、結構削るとねまな板けばだっちゃったりとかしてなかなかね難しかったりするんで、まあ、最終手段というか結構こなれてきたらかなと自分は思ってます。お、あれです、潰れたネギ出してる飲食店多いですよね、出されるたびにがっかりします。あ、そうなんですね。まあね、切れ味の問題ですからね、確かに難しいっちゃ難しいのかもしれませんかね。お、あれです、家庭と寿司屋さんの明らかな違いありますか？そうですね、まあご家庭のお料理っていうのはあれなんですよね、あのやっぱりまああれなんです、まあ美味しく食べるっていうのももちろんなんですけど、栄養をねしっかり取ろうっていうのがメインなので、そういうところが明確に違いますかね。お寿司屋さんはあの美味しく作って、まあ、お金をもらえるお料理を作ろうっていうところなのでね、こだわって作ってますけど、特に栄養価とか栄養バランスとかは考えてないんで、こういうネギとかもね栄養価とかを考えるんだったら水にさらさないでそのまま食べた方がねいいんですけど、そうすると香り強すぎちゃうんで水でさらすみたいな、そういう感じなのでね、はい、そういうところがやっぱり明確に違うんじゃないでしょうかね。まあ、それなんで全然同じ美味しさとかをね求める必要はないと思うんですけども、まあちょっとしたコツとかを使うと美味しくなるんで、そういった意味で利用されるっていうのはありなんじゃないでしょうかね。お、あれです、活魚センターから魚を買うのはどう思いますか？ああ、活魚ですか。活魚はねやっぱりまあアトラクション的なとこですよね。まあ美味しさを求めるというよりはお客さんの反応とか、そういうねあのパフォーマンスとしてやる分には全然いいと思うんですけどね、どうしても美味しさとかうまさを求めると活魚はそんなにいい手段とは言えないですよね。よいしょ、まあずっとねマラソンしてるような感じですからね、ご飯食べられなくて生きててこうどんどん消耗してしまうのでね、で消耗しててでしかも締めたてで使うみたいなことが多いですからね、せっかく活魚で生きてますからね、締めたてになると旨味とかもよくわからないし、まあ
そういうねプリプリ感、テクスチャーとか言って言ったりしますけど、食感を持ち味で売るのでね、まあそれが好きな方には受けるっていうのと、アトラクション的な意味合いは強いですかね。ネギでしたと。まあ安いといっても品質はね、まあある程度しっかりしてますけども、そしてまあ気軽に買えるみたいな感じにしております。やっぱりどうしてもねこう古くなってくるんで、まあよくねこう斜めになってるまな板とか使われてる板さんとかもいらっしゃるんですけど、それはそれでねなんかちょっと嫌だなって思うんで、疲れてきたらこまめに変えちゃうっていう風に使っておりますね。おあれです、また来ますありがとうございます、またよろしくお願いいたします。よいしょ、ネギの頭もね切っときますかね。まあ今の段階だとまかないとかにしか使わないんですけどね、来週ぐらいからしゃぶしゃぶやろうかなっていうのをね、どうしようかなって考えてるんですけどね。松茸がね、カナダの松茸が最近かなり入ってきてるので、まあ国産とかはねかなり厳しいですけどあれだったらカナダのやつ使ってみようかななんては思ってますけどね。お、横文字横文字ありがとうございます横文字でしたよしよし、お、あれです、おやすみなさいおやすみなさいでございます、ありがとうございました。よしよしよ、お、あれです、アジしかさばいたことないですが、昨日初めてカワハギをうまくさばけたんですが、おこぜをさばいたら少し骨に身が残りました。さばき才能ないですか。いやそんなことはないと思いますけどね、はいいやいや、おこぜとかねすごいですね。よしよ、まあさばくのはやっぱりねかなりね慣れとかが必要なんで、やっていけばどんどん上手くなるっていうようなねタイプじゃないでしょうかね。よいしょ、全然普通にさばけたんだったらいいと思いますよ。はい、基本はあの魚のねさばき方の基本をしっかりやるっていうのがまあねさばき方上手くなるコツなんで、まあもしあれだったらね自分のでもいいですし、見ていただいて、あこうやってやるんだなっていうのをそのままやっていただくというのはいいんじゃないでしょうか。自分のは結構ね基本的なさばき方でさばいてますのでね。お、あれです、ネタ残っても家庭に持って帰れるじゃないですかあーなるほど、そういうことですかまあそれはまああるっちゃありますけどね、はいまあ最終手段的なやつですね、はいまあ基本はやらないんですけどね、はい。一応あの何ですかね、あの法律的にもそういうことになっておりますのでね、はい基本やっておりませんよ。よし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 、お、あれです波打ってるまな板で皮引いたり切ったりよくできるなと逆に感心してます。そうですよね、あれすごいですよね、確かにね結構いらっしゃるんですけどね、まあやっぱ高いまな板だとこう長く使うっていう感じになっちゃうんですかね。そうするとそうなっちゃうのかななんて思ってますけど、確かに関心ってそういう技術が必要になってきますよねよし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 、お、あれです、おこぜ 300g で750円高いですか。まあおこぜはね結構高いんですよね、なんだかんだね。意外と高かったり、そのトゲ処理してなかったらすごい安かったりとかね、いろいろ状態によってあるので、まあそれぐらいのもあるとは思いますけども、まあちっちゃかったらね、そのお金いっぱい払わなくていいんで、それはそれでありっちゃありなんですよね。一匹でね高い、でかくて高いと高いですからねよいしょ、まあおこぜは結構あんまり生むきとかではないんで、まあ、三枚おろしとかに特にしないで、なんか揚げ物とかそういうのに使うとかが多かったりもしますけどね。なんか刺身にもしたことあったんですけど、あんまり刺身向きでも味ではないかなって気は結構しましたね。よいしょ、お、そんな法律あるんですかあのあれですね、あの飲食のやつで、そのここでねやったのをね、まあ、まかない程度はギリギリ許されるみたいな感じであるんですよね。その食事用に使ってはならないみたいなのがあるんですよね。はい。まかないはグレーゾーンみたいな感じになってますね。はい。
どっち関係だったかはちょっとよく覚えてないですけどね。税の方かな。ちょっとその辺はうろ覚えなんでございますけれどもね。はい。よいしょ。まあ事業用的なそういうノリですかね。はい。よいしょ。あれかな、ポイント。お、あれです。カワハギ2尾で1000円はどうですか。まあカワハギはね、まあ、今の時期カワハギはそんなに価値がないんで、まあまあありっちゃありかもしれないですし、まあ大きさにもよるかなと思いますけどね。まあただ美味しいカワハギを食べたいっていうんであれば、やっぱり冬肝がねしっかりしてるやつとかがいいので、まあたまにこの辺の時期でもね。あの目利きによってはね、見てあげると肝がすごい太ってるみたいな子もいたりしますけれどもね。お腹が膨らんでるやつがカワハギいいんでね。まあ全然ね、1000円とかだったら楽しめればそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ目利きとか見て買うっていうのはそれだけで経験になりますのでね。そのカワハギを見て買ってきて、でさばいたら あのぐらいの感じだとこういう感じなんだなっていう経験がたまっていきますので、また次にねより良いものをね買えるようになると思いますのでね。よいしょ、いいんじゃないかと思います。よいしょ、よっこいせい。よいしょ。お、あれです、波打ったまな板で野菜の仕込みをさせられて、切り掃除だ道具を選ぶなって怒られた覚えであります。そうなんですね。そんなって感じっすよね。まな板とか減ってきたらね、そりゃね、あの繋がったりしますからね。ネギめっちゃ繋がりますからね、古くなってくるとね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合いましたらぜひよろしくお願いいたします。よろしければ他の動画とかもね見ていただけたら嬉しいです。それではこの辺で失礼いたします。